今年6月、名古屋市の路上で会社員2人を刃物で刺して殺害したなどとして逮捕された39歳の男について、名古屋地方検察庁は精神鑑定の結果、刑事責任を問えると判断し、殺人などの罪で起訴しました。起訴されたのは名古屋市北区西屋島の無職佐藤俊彦被告です。起訴状などによりますと、佐藤被告は今年6月、自宅近くの路上で近くに住むビルメンテナンス会社の社員赤松英二さんと同僚で愛知県大府市の小笠原智之さんを刃物で刺して殺害したとして殺人などの罪に問われています。名古屋地方検察庁は佐藤被告の刑事責任能力を調べるため4ヶ月余りにわたって専門家による精神鑑定を行っていましたが、刑事責任を問えると判断し、今日殺人と銃刀法違反の罪で起訴しました。一方、赤松さんの財布を盗んだ疑いについては不起訴にしました。警察によりますと、飲み会からの帰りだった赤松さんが自宅にいた佐藤被告に声をかけ、その後路上で揉み合いになったということですが、佐藤被告はこれまでの警察の調べに対し一貫して黙秘していたということです。